平釜線は朝鮮民主主義人民共和国平壌直轄市中区域にある平壌駅から大韓民国系軌道波州市の宮古ラザン駅までを結ぶ朝鮮民主主義人民共和国鉄道省の鉄道路線である。日本統治時代には、京義線として、京府線とともに、京城を起点とする朝鮮から満州、中国方面への連絡を担う、 重要幹線と位置づけられていたが、南北分断と朝鮮戦争を経て、軍事境界線を挟む形で路線が分断されたことに伴い、北朝鮮側の路線を、平野駅を境として、北側を平木線、同国の私勢下においては、南限の海上までを平釜線と解消し、現在に至っている。2003年に、韓国側の経緯線と再度鉄道を連結し、 2007年から貨物輸送等を実施していたものの現在は運休中。詳細は、京緯線、東海線鉄道及び道路の連結事業を参照。同国の主要都市の一つである会場と平壌の間を結ぶ路線であるため、重要度は高い。ただし2002年当時の時刻表によれば、平壌から直通する急行列車は存在せず、準急行と、 各駅停車のみが設定されていた。現在は、平壌海上高速道路を走るバスを用いているが、以前は、平釜線を外国人北朝鮮ツアーでの半門店訪問の際に使用していたこともあったという、朝鮮民主主義人民共和国の鉄道の項目も参照。2018年に北朝鮮と韓国が実施した共同調査結果では、施設の老朽化と、 電力不足によって速度が出せない状況にある。ありがとうございます。